じゃん。嬉しそう。リミちゃん、しほちゃんの洋服選びたいの。うん、じゃあ選んで。本当は今日ね、しほちゃんのこのダンスでね着るこの何ラインパンツをね買いに来たの。そう、そう、冬のしか、冬の生地のしか持ってなくて、これめっちゃ薄いの。そう、夏の生地のを探してたんだけどね、まあやっぱり島村が一番ということで。私ね、うん、これが可愛いと思ったの。これこれね、こういうのが好きなのね。これかわいくない？かわいい。どっかにあるのかな。そうね、探してもなかった。もう売り切れなんじゃないかな。ここにある時点で多分売り切れだと思う。でもこれに乗ってる時点で。そうね。うん、面白い。しょうがない。でも今日はさ、リミちゃんがしほちゃんの服を選びたいんだって。いや、かわいい。でもリミもほら、今センスを磨き中なんだよ。そうだよ。意気込みはすごかったよね。あ、いないんだけど。どこ行った？リミ？どう決まった？まだ。私その間何すればいい？見張ってる、見張ってるっていうか。リーチ、ひーちゃんは。うん。上から選ぶのね。じゃあリミちゃん、真剣です。じゃあ決まったらね、後で披露しましょう。もうリミちゃんがすごいよ。しほちゃんの洋服を選びたいって言って。すごいよね。うん、すごいことだよね。みなさん、こんにちは。ソリーチャンネルしほとみみです。はい、というわけで、VTR を見てみたかな、みたいななんですけど。そうね。VTR を見たんじゃないかなって思うんですけど、みみがね、私の服を選びたいということで、突如始まった企画です。突然、みみがね、そう、しーちゃんの洋服選びたいって言い出したので、一応だからで、ね、突如始まった企画です、はい、姉の服を妹が選ぶ用動画何それ、ぐだぐだですけど、はい、でね、買ってきた洋服、今ね、今部屋着なんですけど、買ってきた洋服あるんで、早速着替えてみますか。着てみましょうみたいな。それとも先に紹介してから着替えますか。そうだね、紹介します。まずリミが買ってきた洋服は、あ、待って、私も言いました。リミちゃんが選んでくれた洋服、そう、リミちゃんがこれ、私、あ、でもコロン持ってる、私が持ってるよ。じゃあね、リミちゃんが選んだ服、ここに出てます今。はい、なんかコロンと、ここってどこ、ここのテーブルの上に出てます。はい、で、リミちゃんが出してくれるかなと思ったら、コロンと離れられないっていうので、うん、じゃあしほちゃんがここから自分で出してください。で、わかるかな、こちらのワンピース。めっちゃシンプル。私こういうの好き、うん、しほちゃんね、シンプルが好きだから。めっちゃ可愛くない？これめっちゃ可愛くない？で、じゃあリミちゃんが選んだのは大成功ってことですか？うん、大成功。よかったね。大成功。めっちゃ可愛いって言ってる。これ気になってたんだよね、私もこれ。そうなんだ。そう。ほんと何にもないんだね、模様柄がね。そうなんです。そこがまたいいところ。めっちゃいい。じゃあ着替える？着替える。うん。でね。あ、待って、値段痛いです。あ、そっか。値段。確か安くなってたよね。1500円が割引になってて、なんと900円。安い。めっちゃ安くない？安いです。ね。うん。めっちゃ安すぎる。ということで、ついでに、リミちゃんのもあったので、リミちゃんのもなんと買って来ちゃいました。でも、リミちゃんは色違いで、じゃあ、しほちゃんちょっと代わりに、紹介してあげて。リミはこちらの黒いワンピースです。リミちゃんは黒の方が好きっていうので、リミちゃんは黒にしました。ていうか、しほちゃんのは、リミ、白しかなかったね。リミ、しほちゃんのね、もともと白しかなかった。そうなんですよ。ね。なので、ね、まあ黒白で。私黒も似合ってる。うん。黒多いよね、うち。なんだかんだ言って。白の方が、白も多い。でも白の方が可愛いから、ね、夏っぽいかもしれない。でも黒はなんか日差しを受けそう。でもリミちゃんは黒って感じ。確かに。リミは黒好きだからね。はい、じゃあ。はい、じゃあ着替えましょう、せっかくだから。東京ディズニーシーさよなら。行ってもないのにして。ティーチャー、え、
シャツだよ、よく見て。伏線の店長 T シャツと間違ってたでしょ、今。今日はフィッシャーズだよ。じゃーん、いやーん、おっそおっそ、はい、着替えました。これサイズ、合うサイズ買ったんですけど、しほちゃんのね、方がやたらと短くてね、これなんか同じ長さじゃない？リミのサイズの方が小さいはずなのに。リミはでも普通だよね、ワンピースで着れそうだけど、しほちゃんの方がやたら短くて、ちょっとワンピースじゃダメだね。あー、やばほら、気心がゆっくりした。あった白ボロがびっくりしてる。せーの、おいいやから、ほらほら。はい、じゃあしほちゃんどうですか、りみさんが選んだ洋服は。シンプルでめっちゃいいです。お好みでした？はいはい、ほんとシンプルだよね、それね。しまむらって言われてもわからないぐらいの。これしまむらじゃない？しまむらってどっちかって言うとなんかさ、派手っぽい服が多いじゃん。ちっちゃいい？チューチューってして。何それ？キリリって言って。キリリ、前に進めって言って。前に進め。チャッ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 。ママにいたし、カメラにいたし、わーって言って。ママもう、何？何をやらせんの？何をやらせんの？わーって何？違うよ、リミが、うん、私が更新って言ってね、うん、リミが前に進んでたら、そしたらカメラにもぶつかって、ママにもぶつかった。だからママがわーっとみたいな。そうなのか。じゃあ、わーっとわーっともうね、女優さんの卵なんだ。ママが女優の卵なの？笑わせないでください。じゃあね、今日はその服装で過ごすんですか？はい。はい、じゃあ今日はこの服装で過ごします。でもりみちゃん、明日なんか履くかもしれないけどね。履く！じゃあね、バイバイ。早っ！せーよ。何やってんの？何耐久レースこれ。グミ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 ペア。サンジーなおやつだ。